表面張力の低い液体を吹きかけると皮、羽を正しく動かすことができなくなり数秒でノックダウン状態になることが分かったといいます水と海面活性剤を同時に吹きかけるとあ、右側は蚊が一瞬で下に落ちていくのがわかりますね蚊王が発表したのは従来の殺虫成分を使わずに